皆さんこんにちは、小林明です。お久しぶりというのかな。なんかコロナ騒ぎでもって世の中賃貸ムードでもってあまり表に出られないでうろうろしてます。皆さん方はいかがでしょうかね。まあ本当にこのコロナというのは何なんだかよくわかりませんけど、大変な騒ぎですね。コンサートが全面的に中止になっちゃったんです。まあ各交換庁のお偉いさんたちがクラスターだとかやら何だとかで絶対に高齢者の方が集まるようなところでもって何かをやっちゃいかんというようなことを言い出したりして、もう全面的に県によっては県知事が絶対に中止をしますと言って公に発表してるぐらいだから、まあやらせてもらえないという状況なんでしょうけども、つまんないですね。元気に皆さん方にお会いして、でギャンギャンこうステージをやったらばコロナも吹っ飛んでくるじゃないかと思うんですけど、やらせてもらえないんじゃどうしようもないですよね。まあ致し方がないなということで、せめてこちらの健康状態だけでも保っておこうかなと思うんですけども、なかなかやっぱりそうもいかないですね。要するに風邪をひかないようにとか、やれなんだとかって言って、その病気にならないように気をつけなきゃいけないと言われると余計こう神経質になって病気がちになるというか、あんまりいい調子じゃなくなりますね。こっちもなんとなく風邪っぽかったりなんかして要注意で気をつけてます。まあ体調的にはこれといって悪いところもないし、買ったらいいとかやるなんだとかっていうことは少々あっても、まあそれはそれなりに人並みに普通の買ったるさやだるさだというふうに思ってます。病気だからということでおかしくなるようなことではないと思うんですけどね。まあしかし今年はいろんな意味で同年代の仲間たちがどん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 いなくなっちゃって、なんか参ったんですよね。もうそのコロナでもって死んだんだろうというのは志村けんさんですか、なんかがそれらしいことをはっきりとまあ例えられてコロナで死んだんだというふうに言われてますけどね。あとまあ宍戸城も梅宮達夫もみんな仲間がどん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 死んでっちゃって、まあこの二人は年齢だからと言われればそうかなと思いますけども、でもやっぱりどっか病がなかったらそういう結果には出てこないんじゃないかなという気もしないではないですよね。だから僕もそういった意味では自分自身も気をつけておかなきゃいけないなとは思ってます。皆様方もそうですね、なんかちょっと体調がおかしいなと思ったらやっぱり十分気をつけましょう。で元気に毎日毎日過ごせれば一番いいことです。元気というのはどの程度かなというのが程度問題ですけどね。はしゃいで大騒ぎして夜遊びしてそれでコロナにかかったらこれも問題だからまあほどほどに抑えて、それで、それなりの自分のエネルギーの中でもって楽しんでいけたらいいんじゃないかなというそんな気がします。まああとはまた何かの折にお目にかかってそれで、お話を
続けていきたいと思います。よろしくどうぞ。